撮ってますよ。早いよちょっと。ムートーからの情報で、これが入ってるって聞いたんでやってきました。緊急ガシャポンパーティームートー&リュウガ。何がおかしい、何がおかしいんだよ。本当に緊急で、これはい、これね、ガシャポンシフトカー01。これね、この4色あるじゃない、うん、だからシフトスピードとシフト、マシップモンスターとシフトマックスフレアとシフトファンキースパイクで、シフトスピンミキサー、これのなんかエンジンがメッキになってるやつもあるから、全部で8種類なのに、ほら見て、お一人様5回まで。どうしよう。あのさ、お前揃わせる気ねえだろっていう。なので、どうしようかなって、まあ、これ10回できるじゃん。でもね、ここに見て、3台あるわけ。これと、さっきのそれと、これ。だから、これ、あれでしょ？ 1 台につき、1台につき5回までだよね。だから30回できます。そう、いや、わかんないわけじゃないよ、ちょっと何この算数できない人みたいな。違う。今ね、そういうことでいいのかなってちょっと考えたわけ。1種類につき5回じゃないのかなって、いいのかな、そんな大人がそんなことしていいのかなって思って、ふっと今ためらった時に、悪魔だよね、悪女だよね、30回でーすみたいな。何のためらいもなかった今。びっくりだね。で、これは袋持っててもらっていい？で、30回やらずとも全部揃えればいいんだろ。さあ、じゃあ頑張ってね。500円なんだこれ。あ、これ500円なんだ。これが、1回500円です。まだテレビに出てきてない。出てない、まだこれから出てくる。まあこれから出てくるシフトカーもいろいろ知ってはいるけど、まずじゃあやりたいと思います。これでもさ、あの筒のやつだから、特急ジャーと同じで一個一個開けていかなきゃいけないやつでしょ。あ、こっちから、はい、こっちこうやってさ、違うんだっつうの。あ、このセロテープもさ、お、えらい。ちょっと待って、これだけはどうにもならない。えらい、なんか入ってる。なになに、すごい、乗せられるんじゃないの。でもれ、ね、それは無理だろ。ダメだろ。でもなんで緑なんだろうね。ね、大当たり券は入ってなさそうだな。入りのなんですか。え、また当たり券入りのなの。あの当たり券が出れば、うん、そう、あのなんかもらえるっていうやつ。はい、ファンキースパイク、あ、大きい、ノーマル版。まあこれシフトカーだから普通に、ベルトにつくやつじゃなくて、こうやって、え、ベルトにつけ、あの、ここにつけれるやつね。あれ、周り悪いぞ、あら、硬いぞ。まあまあ、でね、カズさんね、スパイクって言えなくてね、カズさんね、いつもね、スパイスって言うんだよ。かわいいよね。カレーになっちゃうんだ。そう、香辛料じゃねえよっつって。今日の T シャツは何ですか。これ、あの残月、神と龍玄の、で、なんだっけ、高虎、三つ真って書いてあるの。なんか、
緑色を着るなんてないね、まずないね。残月シーン好きだからさ、ライダーのあん中ではフォーム的に。これさ、5回やるのも結構大変かもしれない。いないぜ、こんなところでさ、刃物持ってさ、ガシャポンやってる人。ねえ、二人剣は入ってない。あ、ねえねえねえ、今度なんだろう、紫。へー、かわいい、ちっちゃ。はい、いい、大丈夫、取れた、うん、じゃん。普通の、普通のだね、マシップモンスター。熱くなってきた。ねえ。私、うちね、これが欲しいの。こういうやつ。あのさ、全然関係ない話をさ。ここにあるからね、いつか買おうって思いつつ、あのさ、視聴者のために一応見せときな、じゃあ何を話してるかね、全然関係ない話してるでしょ。ここにいつもいると、あ、え、何なのこれは。なんかスケボーみたいなやつ。やらないだろ、どうせやらないだろ。あのね、お友達がこれ乗りながら、うん、コーラ飲んでるのをマナトが見て、かっこいい、アメリカ人みたいとかって。よう分からん。自分もアメリカ人みたいにやりたいみたいになって。あ、さ、どういう教育してんのあなた。あ、これ分かったよ、この中身。これスパイクでしょ。これスパイクだよ、絶対。シフトスパンキー、シフトファンキースパイクだよ。ほらほら、わかるわかる。あ、でもこれあれじゃない、メッキ版じゃん。あ、ほんとだ、エンジンがメッキとかなんだ。そう、へー、この中がでしょ、メッキになってんでしょ。ほら、ファンキースパイクだったら、この中に入ってるフィギュアもメッキにしてくれてもいいのに。あのね、メッキかどうかは当てられないけど、おそらく何が出たかは開けただけで俺分かるよ。え？次は袋を開けないで当てよう。あ、いいよ。だって今袋開けないでもう言ったじゃん。すごい。あれ？てか何が出た、何が出てないかちゃんと覚えていかない。今まで2回だっけ。3回だろ。え、じゃあ全部出た今まで。あれ、はい、あれ何言ってんの。今何出た。3回だから、これとこれ。そう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 。ね、これね、うん、当てるよ、うん、このね、フレア、マックスフレア、これマックスフレア、じゃん。そう、うちね、なんかちっちゃめのフラフープみたいの持ってて、うん、みんなここに巻いて、まさか、まさか、それをたすきがけして、タイヤ、タイヤとか言ってんだろ。やってる、まさか。すっごい毎日やってる。だけど、1個しか持ってなくて交換ができないの。浮き袋でも使ってろ。ほら、あったり、ほらな、マックスフレアだろ。すごい。で、これはね、メッキじゃない方。紫のだけ？違う、グリーンだよ。ボケボケじゃねえか。大丈夫？
ねえちょっと大丈夫？え、これさ、ちょっと待って、入んなくね？はい、これね、うん、シフトスピードだよ、これ。これね、車シフトスピードが入ってるから。さあ、当たるかな？俺は誰だと思ったの？ユーザ様。ああ、落ちた。取れる。ほら。あれやっぱり行かないよこれ。ほら。ちょっと今大変なことになってます。でしょ、当たったでしょ。なんでかわかる。なんで？袋ちょうだい。袋そっち。下置くなよ。目が塞がってるんだもん、ほら。今さ、ゴミ袋、あ、ここでいいじゃん。これでいいじゃん。これ。袋捨てられるわ。ね、なんでかわかる？なんで？フィギュアの入ってるフィギュアの色見ればわかるじゃん。赤色の時に赤いやつが出てるでしょ。オレンジの時にオレンジのマックスフレア、紫の時にマシップモンスターじゃん。グリーンの時にファンキースパイクじゃん。でもメッキかどうかはわかんない。重さでは？あんま変わんないんじゃないの？さ、ベイブレードのレアの時さ、重さでってすごい流行らなかった。やった、ね、でも、あれひどいのが、あのランダムの時でしょ。そうダンボールの板を何枚か入ってて同じ重さにしてんだ。あれひどいよね。で、あれはあんなね、1個とか2個買ってね、当たるかなってもんじゃないんだよ、ランダムブースターって。その1個か2個でやってたの。あれは、ワンカートン買うものだから。ワンカートンだから。でもね、意外と1個か2個でも当たってたよ。あと、なんか、その段ボールのどこ側に当たりが入ってるとか、ワンカートンの。すごい。だから、店で。ここら辺に入ってるの？言えない。なんで、もうないからいいじゃない。あっちの奥とか、その番号、箱の書いてある向きの番号の方のこっち側とか。だから入ってきたばっかの時には端っこなの？端っこ。そうなんだ。で、入ってきた時には店でこっち側のやつをじゃあ4個ちょうだいって言うと、もう全部っていうか、もうほぼ3つ当たりが入ってて。そうなんだ、うん、当たりだけもらっちゃったって言うんです。じゃあユーガ様が行くお店で買っても当たりは出ないっていうことで。そうだよ。でももうなんかそのうち、うん、いや全部ってなっちゃうから、うん、はい、紫、はい、だこれマシップモンスターでしょ。マッシブ、え、マッシ、あ何マッシ、何ですか、読めません。これなんて読むの。マッシブモンスターだ。ほら、ヘモつぐり、なんだっけ、アームズとか、よくわかんない、言えないから。何それ。あの龍玄のさ、最後変身した時、で言いにくいからもヘロヘロアームズって。あ、メッキ。あ、おめでとう。さっきはさっき緑がメッキだよね。あれなんかダブったのある？ない。あと、あれ、だってあと何がないんだ。緑の普通と緑のメッキはあるでしょ。あれ緑両方出たっけ。出たよ。じゃあオレンジのメッキがない。オレンジとシフトスピードのメッキがなくて、でまだ
だけどミキサーは1個も出てない。今15分過ぎました。でも時間関係なくいけるんだよね、うん、もうまるまる今日の1回バーンと。あんまり重くなりすぎるようだったら分けてもいいんだけど、カズさんの時なんかあれ2時間ぐらいあるから、この間のアップできなくて全然いかなくて、うん、3つになんとか分けて、あの ストーリー的っていうか順序的に話のこう切れ目でうまく切ってもらっちゃう、うん、でもパソコンにつないでパソコンからアップすると一瞬でできる。カズさんもなんかカズさんもパソコンに落としてからやるとか言ってたの。はい、これであれだよ、これでミキサーが出たんじゃないかな、ミキサーの色でしょ。あれ俺、あ、そんなとこやった、あったあった。なんかすぐ揃っちゃうね。これさ、あの最後の1個になった時大変なんだよそれが大変なんだよ。はい、シフトスピン、え、ちょっと待って、シフトスピンミキサー、普通のノーマルだね、メッキじゃないね、初で。今度ほらタイプワイルドとかになるでしょ。へえ、予告見てないの。見てるよ。タイプワイルドに変身だってベルトさんが言ってたじゃん。そうだっけ、タイプワイルドに変身だ。ちゃんと見てたんだけど最後言ってたよ。本当、それでタイプワイルドになって使うやつ、あのうん、センスとの戦い。はい、逃げてばっかりじゃんってとこしか見てなかった。そうそう、まだチェイスとはだから戦わないってことだよね。チェイスの方が強いから、はい、強い。だからワイルドになってやっとこう。でもチェイスも3つぐらいの武器を使うんだよ。スパイダーとバットとなんだっけな、スパイダーとバットと忘れちゃった。なんかすごいメカを使って戦うんだよね、チェイスが。あ、それがまたかっこよくてさ。なんで知ってるんですか。え、それはね、それは言えない。なんで、それ言えない、それは言えない。それは俺が、俺がなんとかだから。これね、これあれじゃない、マッシプマッシブ？どっち？モンスター。いや、皆さんモンスターって言って。モンスター。緑のやつ？違う、紫。ボロボロだな。のノーマル？あれ紫じゃないの？そうだよ。ね、緑って言ってた自分で。緑って言ったよ。酔っ払って、ちょっと、え、ちょっと、ちゃんとさ、ブレブレだよ、それで。上。はいはいはい。もう酔っ払ってる場合じゃないんだよ。酒飲んできた、今日。ただ、何、昼間だから大丈夫。ロレツ回ってねえし。大丈夫？大丈夫。ハーブとかやってないよね。大丈夫。まあ、酔っ払いとお送りしております、ガシャポンパーティー。え、で今何出てないんだっけ、ミキサーのメッキとフレアのメッキとシフトスピードのメッキ、うん、でそれを言った今フレア言って人の話を聞け。あ、また紫だよ。モンスターだ、モンスター。でもこれだけなんか顔がなんかすごい生き物っぽくなってるよね、うん、ノーマル。ここのさ、裏のパチョって動くのなんで、うん、は裏のさ、ここって上に上がらない。ほら、
何それ。これあれじゃない、編集の時のガチャってやつ。そうなんだ。あの時にほらこうやってやってガチャってやるじゃん、その時に動いてんじゃない。多分そうだと思う。それ動くとは知らずにそこを使って水筒につけてたら幼稚園でポロッと取れてどうしたの、なくなっちゃった。それで、うん、コブの男子がつけてくれたそうです。いい話だねそこから恋が生まれるんですよ。いいじゃないですか。友達じゃなくてコブしかいないから。待って、女の子だよな、うん、まあいいじゃない大奥っぽくっていいんじゃないの。逆大奥かってことは、子分がさーって家で話すから。お前はどういう教育をしてんだお、オレンジ、オレンジだからマックス、マックスフレア大当たり出ないかなあ。大当たり出たら何もらえるか知ってる。何、タイヤ。それこそその肩にさかけれるタイヤ。タイヤ交換できるの。こう、あの、これこれこれね、変身のこれの、多分でもあの浮き袋みたいな感じのでできてると思うんだけど、それがもらえんの。あ、残念、残念、ノーマル。でもさ、紫紫うちら言ってるけどさ、うん、本当の紫ってさ、うん、また別にあるんだよな。そうなの。ミッドナイトシャドウ。あ、もうちょっと青が入ってるやつ。そう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 、本当にだから紫らしい紫っていうか、これ赤紫じゃん、うん。あのさ、まあいいや、多分ね、見てる人たちはもう気づいてると思うことがある。気づいてません。あ、気づいてない、うん、あ、じゃあいいや。へえ。これ今まだだから、あれ、フィギュアどこ行った。フィギュア落ちた。落ちてないよ。落ちましょう。あった、うん、あった。どう、落ちたね。はいはい、ありがとう。シフトスピードです、これは。そうさ、武蔵召喚したいの。キル係。武蔵召喚。武蔵かカズさん召喚したいの。撮影係もね。ノーマル。来ないね、メッキー。いや、なんかじゃあ、隣行きますか。いやいや、まだあるじゃん。隣のがあるかな。浮気していいの。いいよ、いいよ、しても。なんでさ、俺ドアアップにすんの。はい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 。あれ出てこない。だって本当は優しいからね。何の話をしてんの、いきなり。ね、うん、ミキサー、ミキさん、ミキさん、ミキちゃん、ミキちゃん、どっちだろうね。ノーマルでした。ノーマルかよ。何、疲れてきた。なんかさ、だんだん位置が低くなってきてるんだけど、疲れてきた。大丈夫、疲れてきた。うん、疲れてきた。じゃあ、一旦休憩しますか。しないしません。いいですよ、休み。
休みません、揃うまでは。すごい、頑張れ。ただ休まないけど、交代する可能性がある。その時は俺が取らなきゃいけないんだからね。交代はいたしません。え、交代はいたしません。だって今日持ってきたんでしょ。持ってきてないの。ないかも。ないかもじゃないよ、言ったじゃん。じゃあいいよ、素顔で出さすから。素顔で映れ。素顔で出したらさ、そのさ、声優の事務所にさ怒られんの俺だから。ね、グリーン、スパイク、スパイク。でもなんかこの間土曜日ここにいたのを、うん、バレてんでしょ、うん、先生見たって言われた。え、何そっち。そっち。それか、そっち。面白いな。面白いじゃん。私は見てません。覚えられないから。でもそんなに何、この辺に、そっちの幼稚園の方のやつはこの辺にいる子たちなの。見た。すごい、ここに私何時間いたんだろう。結構いたから。あ、子供と一緒でしょ。そう。スパイク、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 スパイク多くねえか。綺麗。スパイク、スパイク多くない。浮気する？うん、じゃあ浮気します。こちら上じゃん。この間面白かったよね、ムートが、うん、何回やっても左回り、右だからっつってんの。何回やってもさ、何回やっても、何回やってもさ、何回やっても左やるんだよ。何回やってもね、学習できない。ねえねえねえ、モンスター、モンスター。浮気してもあまり変わらなかった。なんだっけ、モンスター。紫。そう、普通ので。普通の。浮気しない方がいいんじゃないの。戻りますか。戻ろうかな。いやー、なかなか揃わないね、これさ。はあ、もう少しで買い占めちゃうじゃん、こっち、うん、買い占めるの得意でしょ。まあね。だけどさ、だからさ、さっきからさ、視聴者の人分かってると思うんだけど、うん、誤解。いいんですか、そこは。いいです。あとでじゃあダブったの返す、返すから。シフトスピードの、の、待って、今何が出てないのかもう分かんなくなってきたんだけどさ。え、通常。え、結局これとそれとそれとこれのメッキが出てないんだよね。これほら、誰かやりたいって言ってる子供いたらさ、あげようよ。でもほら、一番下は満タンだし。え、あ、まあね。大丈夫。これさ、全部やってさ、なかったらさ、きついよ。あ、そうそう、それでね、いいお知らせ。
あの、マユが喜ぶと思うんだけど、なになに、ベジット、うん、ちょっと前のベジットは多分もうすぐ届くと思うんだけど、でもう一個つい本当に言われその話をされた、なんかベジットが好きとか言ってる話をされた日になんか見たらプレミアムバンダイで4月リリースっていうか4月到着なんだけど、SH フィギュアーツのベジット、SH フィギュアーツだよね、多分ノーマル、他のに比べて色がくすんでる？どうなんだろう、え、これの、うん、でさ、あのブラウンクリアって大体こういう色になりがちだよね、茶色のクリアって。ベイブレードでもそうなんだけど、そうなんだ、昔の初期のベイはブラウンクリアのドライガーが入ってたんだけど、やっぱちょっとこう、うん、スモークっぽいっていうか、やっべやっべ、あ、いいよいいよ、誰でアンパンチとか言ってんの、誰でアンパンチとか言ってんの、攻撃されんのかと思う、アンパンマン大好きになっちゃった。いや昔好きだったけど、うん、バイキンマンの方が好きだったかな、うん、でも俺ドキンちゃんに似てんだって。じゃあもうマリューと一緒だよ。え、マリュー完全にドキンちゃんだよ。同じにしないでくださいドキンちゃんだよ。そう、うん、シフトスピード、のメッキでーす。絶対だな、ノーマルでした。入んないよ、ちょっと、あと3つだろ。32分経ちました。こんなに回し続けてます、マジで、うん、あ、ラス1じゃん、これって次ラス1じゃない。ダブったのは後で石戸橋の店員さんに返そう。そうだね、あの親切な山崎さんに。そう、こんなにダブっちゃったから子供たちにあげてくれって。なになになに、ダメ、紫のあのモンスター、赤紫。ベジットありがとうございます。はいはいはい、ただ1個は4月だから、うん、それまで飽きないようにしてくれ、ノーマル。え、ちょっと待ってさ、え？モンスターのメッキって出たんだっけ？出たんじゃないっけ？そうっけ？うん、じゃあ後でさ、全部終わったら確認しよう、うん、でさ、うん、後でさ、両替行ってきてくんないかな、うん、さっき言ったんだよ、あ、もうじゃあ、ないんじゃない？千円札10枚崩したんだけどな千円札10枚崩したんですけど、でもあの全然飽きる気配ないよ。私は龍河様とは映画の約束してるんだからって、あ、じゃあいつも言ってて、うん、5月だっけ、うん、お兄ちゃんたちは約束してないんでしょっていつも言ってるけど、どうなんですか。約束はしてないよ。真由と2人で行くの。あ、いいな、そうしよっか。じゃあ2人でデートで。それいいね、うん、じゃあそうしよっか、うん。それさ、マサネとさ、マナとか怒るぞ僕も二人きりで、あ、シフトスピード、たまにはデートしてきていいよ、マユと。たまにはって一回下見てるじゃないか、それしてないからしてなかったっけ。してないよ、まあまあでも、まあ俺も行きたいから全然連れてくの。二人で行くの。メッキ、あ、綺麗、すごい綺麗。でさ、ここほら映してごらん、映してごらん、売り切れ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、下、下、売り切れ、はい、じゃあさ、5回までだっつってんじゃん。これさ、炎上するよ、このことしてると
まあ、炎上した方がね、アクセス伸びるから、炎上するものはしてみろ、じゃあ、あとはだからさ、ダブったのをこの辺にいる子供たちに、みんなにこう、プレゼントして優しい、だってね、売り切れさせちゃったからダブってるのはあげればいいじゃん、優しい。で、変なあれでしょ、杉並のやつにさ、なんか連れ去り事件とかさ、メールチェックした方がいいかな、あのシフトカーをあげるよって言って連れ去る事件がとかさ、うるさいよ、来るよ、サングラスをつけた黒い服の男性にご注意くださいってちゃうから、メールがさ、サングラスかけた黒い服の男性いくらでもいるでもね、そういう情報でしか来ないから、確かにね、俺も来るよ、うちにも入ってるからちゃんと来るよ、オレンジだから、マックスフレア、略してマクフレ、マクフレ、うん、ノーマーメッキじゃありませんでした。これここでできるの？あ、できんじゃない、で、写して、はい、あ、でもさ、これ赤いのから入れなきゃダメじゃない、あ、いきなり必殺か、あ、おい、変身ってどうすんだろうね、これ、あ、タイヤ交換になるんだ、で、やって次にこう来て、違うか、いや俺撮ってても何もしないよ俺やるでしょ、ベルトサントリオで龍河さんを撮った方が面白いし、で、寝て、え、変身、変身じゃないけど必殺だから、終わり、終わり、で、そういうことをしてる場合じゃないんだよ違うんだよ、え、あと、あとこのフレアのメッキとミキサーのメッキか、ミキサー、ミキサーからのレアです、だというね、レアじゃねえじゃん、レアだったらどこがメッキになってる、ね、多分この辺だと思うよ、この辺、あの写真で言うとね、ナイス、じゃあ一旦止めます、はい、はい。